こんにちは。千葉県内を中心にラーメン屋さんを紹介しています、マーミンメンティビーのマーミンです。今回はですね、JR の柏駅に来ております。ここから歩いて10分くらいのところにある麺どころ西尾さんに行ってみたいと思います。それでは早速行ってきマーミン。はい、今回のお店麺どころ西尾さんは2022年の5月にオープンされたお店で、柏市ではめちゃくちゃ有名な、もう柏市っていうか千葉県内全部で、都内からももうなんかもう本当にめちゃくちゃ有名なお店さんです。店主さんは我孫子市にある北海道ラーメン氷室で修行をされていた方で、氷室さんで店長をしていたみたいなんですよ。もう10年ぐらいかな勤められてて、店長さん正社員として勤めながら自分のね大好きな麺どころ本田さんで休みの日にアルバイトをされていた方みたいで、なのでもう西尾さんは氷室さんと麺どころ本田さんのね血が入ったもうサラブレッドみたいな感じのお店です。そしてね、オープン当初からもうめちゃくちゃ行列ができているお店で、私もねオープンしてすぐに行かせていただいたんですけど、めちゃくちゃうまーみんでね、そこから3回くらいお店行ってます。なので今回はね、そんなもう完全にうまーみんと分かりきっている私のおすすめラーメンをご紹介させていただければと思います。ということで到着しました。こちらが麺どころ西尾さんです。店内はカウンター席が10席、右手側に券売機があります。お店の方が声をかけてくださったタイミングで食券を買います。メニューは全部で4種類。今回私は手もみ中華そばの醤油と昆布水つけ麺を注文しました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。こちらは手もみ中華そば、ぷかぷか浮かぶ背脂と綺麗な盛り付けが食欲をそそりまくります。はい、ゆっくりどうぞ。それでは早速いただきまみん。地鶏や豚の動物系だしに数種類の煮干しや魚介の旨味を重ねたというスープ、一口目からキリリと立った醤油と芳醇な旨味がガツンと押し寄せてきます。これはかなりうまーみん。体中に染み渡る重厚なうまみ、レンゲを持つ手が止まらなくなります。麺は関野製麺さんの平打ち太麺、スープをたっぷり持ち上げてきてくれます。トゥルンとしたすすり心地で絶妙な手もみ加減、もちもちっとしたやややわめの食感でしっかりとした存在感があります。スープとの相性も抜群で、すすり上げた時には醤油の香りの良さ、噛みしめた時には鼻から抜ける小麦の香りの良さもたまりません。チャーシューは全部で3種類。こちらは低温調理の豚肩ロース、噛みしめるたびに豚肉本来の旨味をしっかりと感じます。こちらは低温調理の鶏胸肉、かなり柔らかくてしっとりとした食感がたまりません。もう一枚は豚バラ肉の吊るし焼きチャーシュー、口に入れた途端の香りの良さ、じゅわっと弾ける脂の甘みにもびっくりしました。3種類ともうまーみん。その他のトッピングにはシャッキシャキの小松菜やコリコリっとした食感がたまらないメンマ、他にも海苔やネギが乗っていました。めっちゃ美味しかった。あ、うまーみんでした。そして2杯目もかなり美味しそうなメニュー、昆布水つけ麺です。綺麗に整えられたツヤツヤの麺、琥珀色に透き通ったスープ、これも絶対にうまーみんなやつ。
それでは改めていただきまみん。こちらの麺は関野製麺さんの平打ちストレート麺。まずは麺だけで、滑らかなすすり心地でしっかりとしたコシがありながら、表面はもっちりとした絶妙な食感。次は塩をかけて食べていきます。塩味が加わることにより小麦の甘みがより際立ってきます。塩めっちゃ美味しい。お次は梅昆布茶。ラーメン屋さんではなかなか見ない珍しい味変アイテムですね。梅の酸味が昆布水のお出汁感と相性抜群。それでは麺をつけだれにつけていきます。卓上の案内には麺を3分の2ほどつけると書いてありますが、私はどっぷりいっちゃいまみん。熱々のつけだれと奥行きのある美味しさにびっくり。こちらのつけだれには鶏、魚、貝などを使用しているそうで、すすり上げるたびに素材の旨味と醤油の香りが華やかに広がります。チャーシューは手もみ中華そばと同じ3種類。香りの強い吊るし焼きだけ最初からつけだれに入っているところに、店主さんのこだわりやつけ麺愛を感じました。そしてまたもや味変アイテム、すだちの登場。昆布だしにたっぷり絞っていきます。ここに梅昆布茶も足して、最後はさっぱり爽やかに終わるのがおすすめです。ごちそうさまみん、うまみんでした。はい、店主さんの西尾さんです。どうも、麺処西尾の西尾と申します。お願いします。手もみ中華そばも昆布水つけ麺もめちゃくちゃ、はい、うまみん、うまみん、ありがとうございます。ママうまみん、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。よかったです。いや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 、恐縮です。あの、実は同い年なんですよ。あ、そうです。そう、年齢非公表。ずっと二十歳です。ずっと二十歳です。よろしくお願いいたします。ずっと二十歳です。よろしくお願いいたします。同い年なんです。はい、そうなんです。ようやく来てくださってね。すいませんでした。長かったんで、はい、はい、オープンからあれ1週間くらいですかね。そうですね。で、はい、すぐ私来させていただいて食べて、めちゃくちゃうまみんって思って、もうすぐ店主さんに今度 YouTube の撮影に来させてくださいって言って、はい、それから気づいたら1年半、1年10ヶ月ぐらいですかね、はい、ずっと撮影ずっと待ってたんですけどずっと来ないなと思って、その間に何回かお会いさせていただいたりもしてたんですけどね。そうですね、はい、他のお店さんのイベントに一緒に、ね、はい、他のお店さんと西尾さんのコラボイベントに一緒に出させていただいたりとか、はいはい、ね、飲み会があったりとか、うんうん、お食事があったりとか、何度もお会いしてたんですけど、はいはいはい、なのにずっと来なくてずっと来てなかった。本当に嫌われてるんじゃないかなと思ってたんですけど、本当に思ってた。むしろ嫌われちゃったかなって思ってたんですけど。いや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 、全然、はい、ようやく来てくださってありがとうございます、はい、今回はこちらこそありがとうございます。いやいや、とんでもないです。本当に遠いところまでありがとうございます。いやいやいや、はい、私が今日いただいたメニューが、手もみ中華そば と、はい、と昆布水つけ麺 で、はい、で他にあと2種類ですか。全部でメニュー4種類。そうですね、うちは一応ラーメン4種類、手もみと、まあ、今日食べていただいたつけ麺、昆布水のつけ麺と、あと鶏ラーメンと煮干しラーメンっていうのが他にございます、うん、全部で4種類です、ね、4種類、はい。鶏と煮干しってスープはまたそれぞれ違う、はい、そうですね、全部スープがちょっと違って、手もみの中華そばだと動物系と煮干しで作ってるんですけど、うん、鶏だと、動物と煮干しとちょっとあえて貝を少々入れてて、貝のお出汁ですね、はい、はい、うん、それで、まあ、そんなにどれも突出させないようなちょっとバランスのいいラーメンを鶏ラーメンは目指していってますね、うん、で煮干しラーメンっていうのはもう乾物オンリー、動物系は使わずにの、ラーメンになってますっていう違いがあります。
はい、私多分煮干しはいただいたことがあって、そうですね、いただいた、はい、ちょっと鶏貝が入ってるってことで、そうですね、やっぱ結構貝入ってるとこう厚みのある感じの味わいになると思うので、うん、そちらも今度はぜひいただいてみたいと思います。あと1年10ヶ月後にまた来ると思いますのでよろしくお願いします。いえいえ、すいません。いやでもあれですか、1年10ヶ月の間にも撮影こそに普通に2回ぐらい食べに来ましたよね。あ、そうですね、一応来ては、来はくださって。本当にすいません、カメラ持たずにただ食べに来るっていうのをね。いや大丈夫です、何度もやって。いやでも本当に今度は改めて鶏ラーメンもね、あの、はい、YouTube でも紹介させていただければと思います。はい、はいはい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイ。バッチリです。どうですか。ちょっとうまくあとやっといてもらっていいですか。